3950型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局に在籍した、ラック式鉄道上機機関車で、イギリスから輸入されたものである。本校では、本形式を、日本国内で、模倣製造した同型の3980型についても記述する。鉄道作業局510新越線横川駅、軽井沢駅間の急勾配に挑むべく、 ラック式鉄道への対応を施した蒸気機関車である。タンク機関車で3920型と同様に、イギリスのベイヤーピーコック車で製造の上、1898年、1901年及び1908年に計重量が輸入された。鉄道作業局では C3 型とされたが、その不安の状況は次の通りである。 1908年の造備車の番号が戻っているのは、521からは1904年神戸工場製の 1C1、軽タンク機関車がすでに占めていたためで、B6 系の改版によって空番となっていたものを埋めた形となった。基本的には C2 型と同様であるが、運転台配部に水槽を増設してやや大型となっており、重輪が一軸増えて、 車軸配置は2から6から2となった。C2 型で使用された T 字型煙突やコンデンシング装置は採用されなかったが、半圧ブレーキは装備されている。本形式の初配置は横側及び軽い沢で、計画通り薄い峠で使用された。1901年の造備車からは、売煙対策のため燃料を重油に切り替え、ボイラー状に重油タンクを増設し、 1898年製造車にも改造により設置した。1909年に制定された鉄道員の車両称号規定では3950、合39と定められ、506から511、496から499の順で3950から3959に改版された。この区間は乗客が途中駅の熊野平駅に着くや、 皆や割れ先にと、水道場へ走り、再び列車に乗り込むのをためらったという逸話も、残るほど、円外のひどい区間で、燃料の切り替えでも焼け石に、水といった状況であったため、この薄い峠を挟む横川駅軽井沢駅間は1912年に、電化された。電化後も、しばらくは信頼性の問題などから、蒸気機関車も併用されたが、後に、全面使用へ切り替えられたため、 1921年6月に廃車となった。そのうち3951のみは参考用として残され、塩止め駅構内に保管されたが、1923年に発生した関東大震災で被災し、焼損してしまった。その後、大井工場内の五両車庫付近に五千とともに放置され、荒廃していたが、戦時体制となった1941年に、 鉄材教室の名目で解体された。主要所限鉄道作業局513本形式は C3 型の造備として日本国内の汽車製造で模倣製造されたものである。1906年から1909年にかけて6両が製造された。基本的な構造はベイやピーコック車製と同一で同じ C3 型に類別され512から517と不満された。 本形式では、6両のうちの最後の2両のみが、ボイラーに勾配がついていた。薄い峠をバック運転で列車を押し上げるという運用に合わせて、煙質側が高い位置、30になっていたとみられる。また、外装の組み立ては、ベイやピーコック車線が丸病による組み立てであるのに対し、皿病を使用して表面が平滑な仕上げとなっており、側水槽の上縁にも丸みがつけられている。 重油タンクは新生時から過失状に取り付けられていた。製造の状況は次の通りである。1909年には鉄道員の車両称号規定が制定されたことにより、512から515の4両が3980型に改版され、同年制の2両は形式称号規定制定後の落成となったため、新番号で落成した。当時は、 日露の関係が悪化しつつあった時期でもあり、日本海側との交通量が増加し、薄い峠においても機関車の増備が求められていたが、輸入機関車の到着が間に合わないことを考慮して、機車製造に発注したものであった。同社は当時発足したばかりで、蒸気機関車の製造数も30両程度であり、部品をいちいちスケッチしながら製作に取り掛かったが、戦争に熟練工を取られた上、 特殊構造のため問題が次々に発生するというありさまであり、完成は遅延に遅延を重ね、ようやく納入した時には、機関車代金と、ほぼ同額の延滞賞金を支払ったという。それでも、同社の技術力の向上には、大いに役立った。本形式の初配置は横お及び軽井沢で、計画通り、薄い峠で使用された。1912年に、 薄い峠が電化されると、アプト式関係の装置を外して、大宇本線福島駅ヨ根ザ駅間の補助機関車に転用されたが、速度が低すぎて、あまり有用であったとは言えなかった。1917年8月に3983を除く5両が、1919年7月に3983が廃車され、すべて解体された。 民間への払い下げられたもの、保存されたものはない。主要書源、レール31号掲載の長沢角増し撮影の3985の写真を参照されたい。記者製造蒸気機関車製造式債の煙質側が低い位置、15勾配がついていたというのは、薄い峠での機関車の運用に合わない。ありがとうございます。